どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は、就活生相談企画ということで、実際の大人の3名の方に、就活生のリアルな悩みを解決していただこうと思っております。ということで、じゃあ、皆さんに自己紹介をお願いできたらなと思ってます。オープンアップ株式会社代表の大沢と申します。よろしくお願いします。ニュースピックスをはじめとしたビジネスコンテンツで司会や MC をしております。奥井奈々と申します。よろしくお願いします。サクラスの池上と申します。よろしくお願いします。ということでですね、過去に、旬ダイアリーの、面接企画の方に出たいただいたんですけども、西村さんです。よろしくお願いします。立教大学の3年生の西村千尋と申します。ちなみに前に出た時はサイバーエージェントが第一志望だったっていうところで、実際専攻で最近落ちちゃったっていうことですね、はい、で今新しい業界であったりとか、そのやりたいことを探ってるっていう感じの状態で、はい、じゃあ早速なんですけど、自己 PR の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、立教大学経営学部国際経営学科の西村千尋と申します。私は大学時代に2つのことに力を入れて取り組んでいて、カフェでのアルバイトとスイスの方に1年間留学に行っておりました。でスイスの留学が学生時代に最も自分の中で印象的な出来事かなというふうに思っていて、自分の価値観を最大化するということを目的に、内部多くの人と関わることや、自分から臆することなく新しいことにチャレンジすることを心がけて1年間過ごしていました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。スイスの1年間の留学を経て、結構人間的にも成長したりみたいなことあったのかなと思うんですけど、採用する会社側のメリットって何かあるんですか？一番大きな利点としては、さまざまなバックグラウンドを持った人と共同して共に働けることかなというふうに思っています。というのも、1年間のスイス生活の中で異なるバックグラウンドだったりとか、あとは考え方を持った方と日常生活を送ってきたので、その人の行動の奥に何があるのかっていったところを自分の中で常に考えるという癖ができたということがあって、企業様にとっても私を雇うメリットかなというふうに思います。OK です。まあ、カフェ の, あのアルバイトでもスイス留学でもどっちでもいいんですけど、大変だったこととどう乗り越えたかをお伺いしてもいいですか？はい、一番大変だったことはカフェでのアルバイトの研修期間での出来事になります。3ヶ月間の研修期間が最初にあるんですけれども、うん、私はそれに6ヶ月かかってしまったというところがあって、うん、その中で自分で何がダメなのかっていうことを可視化するために、店長の方々にどういったところが良くないのかっていうところを聞いて、それを落とし込んでメモをして、必ず実行した後に何が起きたのかっていうところを報告するところまで心がけるようにして、その状況を乗り越えました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、石原ちゃん的にこういう企業に行きたいっていう想定企業ってありますか？私が今志望している企業としては、うん、結構20代のうちの成長を私の中では大切にしているので、うん、風通しがいい会社、うん、その自分が何か言ったことに対して自分の先輩だったりとかがきちんと受け止めてくれるような文化があって、かつ自分が何かをやりたいって言った時にそこにきちんと向き合ってくれる環境がある会社に行きたいなというふうに思っています。じゃあ今の時点で皆さんが一緒に働きたいかどうかっていうところで札を上げていただけたらなと思ってます。札の方をお願いします。せーの、おー、今回も分かれましたね。分かれましたね。じゃあ池上さんからお願いしてもよろしいですか？さっき言っていただいたいろんな価値観の人と働けるってすごいいいと思ったんですけど、はい、受けたい会社と合ってない感じがするので、うん、それを合わせた方がいいかなと思いました。広告代理店とかって結構日本人しかいなくて割と同質化した集団なイメージがあります。なんでこれは合ってないの一発です。ああ、ありがとうございます。まずガッツもあるし頭もいいんですけど、僕もどっちかっていうと行きたい業界とご自身の特性がちょっとあんま合ってないかもって思って、一番僕が思ったのは自分が強いなと思いました。広告とか PR とかマーケットでクライアントの価値をやっぱ最大化することが仕事なんで、自分がこうしたいとか風通しの良さが欲しいとかってあんまりいらなくて、クライアントの成功がもう全ての価値基準なんで、自分を消すことも時々必要かもしれないし、風通しとかも上司からいやいやお前の考え違うこれあやめって言われた時にそれが顧客にとって価値があるんだったら飲まなきゃいけないんですよ、うん、どっちかっていうと多様性があるグローバルに進んでいて、ボトムアップで新しい価値を生み出していくことが非常に求められるような、バリューチェーンナーっていう組織とかが合うかもなって思ったので、なんかいい悪いじゃなくて
あんまり合ってない業界なんじゃないかってちょっと思っちゃった感じですね。私は一緒に働きたいかっていう観点だと、うん、もうすごい働きたいなって思う。自分と悪いところはないですし、うん、なんかお二人おっしゃったように確かにその方向性はちょっとシフトした方がいいのかなと思ったんですけれど、この体力の大事さもしてらっしゃるので一緒に働きたいなとはシンプルに思いました。ありがとうございます。ということで今のフィードバック聞いてどう思いましたか？まず嬉しかったです。なんかその一緒に働きたいって言ってくださったりとか、あと方向性が間違っているっていうのは確かにと思って、うん、やっぱり広告代理店の就活をしていく中でも自分ってやっぱ多様性が大切なんだなっていうことを思ったりとかもしていたので、うん、これからはそういった企業も見ていこうかなと思います、うん、広告 PR マーケに行きたいけどうまく言語化ができないっていうことはあります、うん、広告に興味を持ったきっかけがある電通のクリエイターの方とお話しする機会があって、その時に今まで自分が思ってたそのつまらなそうに働く社会人っていうイメージをその方が一決してくださって、憧れの方がいるっていう志望理由が大きくて、面接とかで聞かれた時にうまく話せないっていうところがあるのが一つ目の悩みです。アニメが好きだからアニメ業界で働きたいですみたいな感じだから多分説明しにくいんじゃないかなと思います、うん、僕の意見としては行く業界が違うんじゃないかっていう感じで、うん、好きだから仕事にされたら困るっていう現実を知ったら悲しむんじゃないかなって、うん、僕が広告業界の人間だったら思っちゃいます、まあ、それでもやりますかっていう感じだと思います。どうですか？それでもやりたくて、っていうのも自分の中で広告業界の泥臭さだったりとかいかに地味な作業を日々やるかっていうのは理解しているつもりっていうところと、今までの人生がそういった決断をしてきたっていうのがあって、自分が選んだことを正解にするっていうことを今までの質としてきたので、うん、今までの人生と同じような思考回路でいくとやっぱりやりたいっていう気持ちを最優先にして自分は選びたいのかなっていうふうに。それを喋ればなんかいけそう、うん、確かに、うんうん、ありがとうございます。徳井さんいかがですか？行きたい気持ちは本当だけどなんかうまく説明できないみたいな、もっとやめた方がいい単純に言語化できないんだったら言語化できる方向性の業界の方に変えた方がいいと思う。あ、めっちゃ対策してるのが、私の好きな広告はこれで、うん、で語れる人めっちゃいますよ。そうですね、昭和めちゃくちゃ激しいですね、競争めっちゃ激しい。ちなみにこの石浦さんの志望動機うまく言語化できないに対してはどう思う？僕は面接官やってて言語化できないんですっていうふうに言う人のほとんどが、見てる時間軸と空間軸がすごい狭いことが多くて、多分留学にすごいこだわりがあったり憧れの人っていうところのこだわりがありすぎると、ここのストーリーと志望動機をなんとか結びつけようってやっちゃうんで結構難しくなったりするんだけど、人生ってもっと長いし一つ一つのストーリーってもっと深いはずなんですよ。だから空間と時間をこう広げて自分の志望動機を見つめ直すっていうことはテクニックとしてはすごく効いてきますっていうのが僕のアドバイスで、どうですかね石村さん、それで言うと中学高校の話とかで広告につながりそうな話とかあればいい、もしあったらなんかありません？自分のアイディアで人を喜ばせたりとか表現をしてすごい感謝されたりとか、アイデアを形にしたっていうところで言うと、いつもその自分が仲間と何かをするときに発起人がいつも私なんですね。例えばクリスマスパーティーをやろうだったりとか、みんなで集まって何かお出かけしようっていうのも全て自分が発起人で、旅行とかもなんか自分がどこに行きたいかっていうリストを作る係も全て私だったりとか、予約する係も全て私で、誰かのために伴走して何かをするっていうのもすごく好きで、代理店業務っていうところが自分に合ってるかなっていうのを思ったっていうところはあります。クリスマスパーティー以外にありますか？なんか映画をみんなで見てみんなで同じものをシェアする会をこまめに開いたりはしていました。そういうのを掘り下げてきていいかもしれないですね、目指してるところが競争率激しいからやることやってダメだったらまあ別のところを探すっていう感じになりますかね。でこれ続いてのちょっと相談にも結構似てるので、石村さんちょっとそのまま2つ目の相談もお願いしてもよろしいですか？2つ目のお悩みとして他人と比べてしまいますというところで、他人と比べちゃうのが就活の中で一番しんどくて、逃げている、追って受けるべき、就活真面目にやるべき、まあ、本当に人は5割増しそれ以上持ってるんですよ。マウントは取られて私が結構取られに行ってるとこも
ます。彼女あのちょっと待って、知ってる、ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。